演山重官演山重官は、江戸時代後期から幕末にかけての水戸藩士。川用人、水戸藩の藩校、行動官の運営にあたる行動官係を務めた。通称は龍介。雲県と合した。文政11年3月7日、重官は演山家の家徳を継いだ。演山家は、初代が水戸藩初代藩主、徳川よりふさに200国の大番組として仕えて、 以来の同藩主の家系であった。従官は同年4月19日に目付となり、天保12年5月29日には新番党に進んだ。江戸時代後期の三戸藩には、第9代藩主、徳川成明に近い改革派と藩改革派の対立があり、藩政改革の一環として成明が設立した藩校、行動官も両派の確執と無縁ではなかった。 高下元年5月6日、成明が幕府から隠居、禁止を命じられて致死すると、行動官においては、翌高下2年3月3日、成明に近い教授陶取、愛沢正司祭も隠居を命じられた。ついで教授陶取となった青山信光は、当官を拒否することで、反改革派による行動官の支配に抵抗する構えを見せた。しかし、 反改革派が実権を握った、班長では、同年6月、青山を悲免。同年7月16日、重官が、川洋人に挙げられ、行動官係に任じられた。重官の下で、新たな教授頭取として、高根信都氏が抜擢され、重官が、高根らを指図して、学官運営の省に当たることで、反改革派が、行動官を掌握することが起訴された人事であり、 従官の登用は、反改革派の勇気やさ道によるものであった。行動官係に着任した従官は、厳密に行動官諸生の出血簿を調べた上、学生は政治向きに溶解するものではない、学業を怠って、政治を議論するなど、もってのほかなどとして、監督を厳しくした。さらに、従官が属する反改革派への諸生の取り込みを強行したが、このことで、 行動館内に混乱をきたし、文部の活動は停滞したと言われる。しかし反対に、天保の政治には及ばないものの、重官の行動館係就任によって挽回したとの評価もある。同年10月23日、演山は、班長より、行動館係としての功労に対し召使を与えられ、翌24日には、炎山の子、熊野挟原三名が、行動館の社長に当てられた。 一方で、徳川成明は、反改革派の粛清を企て、同年10月23日、老中、安倍正宏に対し、反内内紛の罪状をもって、国家老、鈴木重則の下、ーカ、結城虎和や、重官などを含めた十数名の処罰を上申した。これによると、重官については、撤去3年が希望されている。だが、加盟年間に至っても、依然として、重官が、 行動官教授らを監督する体制が続き、反改革派による行動官支配が続いた。もっとも、石川剛治,治の日記、石川昭吉日記開5年10月22日の、上によれば、その頃には、従官は改革派に転向していたとされる。同年、従官は、行動官係を辞職。同年九月には、高根信都も教授りを免職となり、人に代わって、 青山信光が教授頭取に再任された。翌嘉永6年4月21日には、前藩主の成明が、川陽人である従官に賞を与えて、藍沢聖司祭及び豊田天皇を優遇すべきことを、里下との記録が残るが、同年11月には、藍沢政司祭も再任されるなどし、行動官の人事は改革派へと服した。安政4年に至って致死した。ありがとうございます。